皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ではファイナルファンタジー USA ミスティッククエスト実況プレイパート11やっていきます。溶岩ドーム攻略の続きです。まあ、第3弾ですね。やっていきます。ダンジョンね、ある程度レベル上がってきたんですけど、やっぱ敵が強いし多いし、ダンジョンもね長いし、めちゃめちゃ苦戦しております。まあ、頑張って進んでいきますよ。あともうね、ボスのところまで進むだけなので、道に迷いさえしなければ、あとすぐボスだと思うんだけどな。もう結構いいとこまで来てると思うんですけどね。うわ、もう一回くすんのか、こしゃくな。ダッシュレベル上がってるとはいえな、まだまだだな。さすがフェニックスしぶといな。一撃で倒せるとあそこまでしぶといか。金塊が置いてある。別に拾えるわけじゃないんだけどさ、あの金塊さ、あの忍者は一体何を守ってるんだ。マイケルさん忍び、こいつはブリザードで倒す。うわぁ、爆弾ぶん投げてヒールポーション。OK。上に上がるにはこいつか。頼むからレッド先に来てくれよ。クソ、空気をダッシュな。素早さ高いのはいいんだけど、その素早さを生かす方法が今んとこねえもんな。敵を一撃で葬るための手段がさ、ないんだよ。まあ、魔法使えばいいんだろうけどさ、あんまり、ねえ、無駄に消費するのも嫌だしね。お、火薬の補充はありがたい。お、いいね、いいね、いいね。そんなに高いものじゃないけどさ、いいね、75個まで補充完了。OK。そんなに高価なものじゃないけど、やっぱ使うからね。現状今一番強い攻撃手段ですから。ただね、早いとこね、この爪よりもちゃんと攻撃力の高い武器が欲しいですね。あの爆弾ね、あのレベルで攻撃力が上昇しないから、早いとこね、そういう、なんだろう、もう爆弾よりも全然強い攻撃力をね、手にして、敵をガンガン倒していきたいですね。ザッシュ一人でも十分戦えるようにならないと。利点はあれか、ささっと回復できるくらいか、現状。テレポを使えば、一応敵にテレポを使えば戦闘はやっぱ一発で終わるんだけど、経験値もらえなくなっちゃうんだよね。それは嫌だって。何のためにね、敵を倒すのかっていうね、経験値とお金が欲しいからですよ。なのに倒したのに経験値がもらえない、そんな手段を取っていいのかっていうね。
石化。ああ、石化。うわ、え、ちょっと待ってよ。今のはないだろ。今のは反則だよ。まあ、戦闘終わってもこうやっての、何回でもリトライできるのは嬉しいけどさ。今のはないべ。一体サンダーぶっ込むわ。サンダーの威力だったら、いけるでしょう。そうでもない。回復されるわ。これもダメなの。こいつ水に弱そうに見えて水効かなかったんだよね。効かないっつうかさ、弱点ではなかったんだよね。お、忍びが3体。こいつはブリザードです。違う、ブリザと、ややこしいな。ややこしいし、どうでもいいな。うん、ブリザと、ややこしい上にすこぶる、どうでもいい。はい、とではポーション、HP だけ高くなるとポーションの回復力も増えるっていうのはね、嬉しいな。で、こいつらなー、本当にさー、こいつらを効率よく倒す手段はなんだ。外すし、爆弾ペッパー無理。先に君が動くとさ、威力減るんだ。頑張れ。ほんと削り多いんだけどさ、そもそも仲間一撃で基本的に倒せるからさ、あんまり意味がない。自分のための削りを入れるっていう。そもそもダッシュが後で動く、後から動いてくれればね、倒せるんだけど、まあ、クリティカルで出るもんな。さてさて、こっちもない。こいつもな、そんなに強くないけど、状態異常かな。爪装備し忘れてなくて、全然爪でも大丈夫じゃん。爪じゃなくても。さてと、サラマンダー、ちょっと水ぶっ殺しみっか。クルマホは別にもうそんなにね、需要ないから、雑魚散らしぐらいにしか多分使わないから。あ、水に弱いんじゃん。水か、サンダー全体掛けとか。お前早えよ。あ、弱いんだ。効くんだ。サンダーの方が威力はあるんだよね。ただもったいないか。封印魔法はやっぱここぞというところだね。おっと、やっとでっかい扉の前まで来た。君の倒し方というか、もう対処方法は分かった。多分全体掛けすると弱くないよね。
やっちゃった、先にやっちゃった。あの割といいダメージだな。よし。おお、HP やばい。ポーション。ポーションめっちゃ使う。どっちか行こう。なんもねえじゃん。まずブリーザードを忍びに打ってレッドはマリードを攻撃。あとはとにかく殴る。生き残ってますよ。お、宝箱、ポーション。ボス戦前に使おう。今なんかいた。今一瞬チラッとなんか見えた。よし。レッドが先に置くと、ね、戦いやすい。あー、どうじゃ無理か。やっぱ一回ずつ狙わなきゃダメだな。渡れない。なんかでかいのいたけど、とりあえず無視して他のとこをねちゃんと見て、ああいうの回収しないと。クエイクぶっ込んでみようかな。一体効かないけどさ。あ、ダメージは入るんだ。でもやっぱ弱えな。よしよしよし。で、こっち、あー届かない。じゃあ結局あちら側回るしかねえんだ。じゃあいよいよあれですね、溶岩ドームのボス戦ですね。さっきからちょいちょいチラッチラッとチラッチラッとなんか見えてますけどね。わお。まずは回復木の実使っちゃえ。どうせ木の実使うんだったらケアルで回復するのかった。いや、セーブ。すべすべしてセーブ。とう。お前の命もここまでだ。セリフ短。ヒュドラ。ヒュドラ。ホーリー。このゲームね、なんか単純なところがですね、攻撃力を上げたり、防御力を上げたりみたいな、そういうのがないからね。単純です。麻痺か、これ何か。ホーリー強い。単体ホーリー強いよ。いいダメージだ。火に強い、火に強い。でも威力高い。うわ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 。スピードまで速いのこいつ。ちょっと待った、操作切り替えして一回回復しよう。レイズ、レイズ。ブレスはきつい。
またホーリー回復してもらおう。お、首が一本なくなった。いいぞいいぞ。ラス1のホーリー。おちょっとカート回復にしようかな。あと任せたレッド。わっもうちょいだ。ウィリザットとか入るかな。おしもちょい。携帯多いな。ブリザット弱い。ブリザット弱かった。爆弾ぶん投げるわ。倒せ。まだか。さすがに手強いな。うわ、よし倒した。オッケー、よしこれで火のクリスタルも解放。よし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 、やったぞ。これで残るクリスタルはあと一つだ。そういえば前にウィンディアから来た人がクリスタルのことを話してたぞ。ウィンディア？どこ？フォーカスタワーの南東の方だ。お、なんだなんだ。あらら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 、ら、用が流れちゃったよ。大丈夫か。あれ灼熱のコイン。 OK、 やってみましょう。お、帰り道パッと帰れる。よし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 。あとでこのバトルポイントやっていきますね。あとほらあれだ、自信がなくなってる。オッケー。じゃあすいません、今回ちょっと短いんですけど、ここまでにして、そのウィンディアというところ、フォーカスタワーの南東したかなの方にはまた次回行きたいと思います。撮影以外でそこのバトルポイント回収しますね。でこれがバトルポイント17くらいかな。何個目だっけこれ。17個目か18個目になると思うんですけど、まあ、あとバトルポイントもあと3つくらいなので、ほとんどあの終盤ですね。次の風のクリスタルを攻略して、次はいよいよダークキングというところにまで来ております。まあ気合入れて頑張っていきます。ちょっとどうやらなんかパーティーから外れない様子を見ると、レッドはこのままね、ついてきてくれるみたいですね。本当に心強い。はい、というところで、ファイナルファンタジー USA ミスティッククエスト実況プレイパート11、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。